お待たせいたしました。ただいまより知事記者会見を始めさせていただきます。知事、お願いいたします。県内感染がこのところ急増してきておりまして、基準指標、私ども、定量的な指標としてはこの5つ掲げておるわけでありますが、このうちの新規感染者数、それから感染経路不明者数が基準値を超えていると、すでに超えているということであります。そもそもこの緊急事態措置が解除されてからですね、会場の36人が感染しておりますが、この36人のうちの30人がこの7月中ということでございます。どんなところで発生しているかということでありますけれども、学校でありますとか、医療機関、福祉施設、風俗店などですね、一つ間違うと、集団感染ということにつながりかねない、そういったところで、さみだれ式にですね、発生してきておるということでありますが、そういう中でこの度、全国初の高校クラスターというのが発症しまして、今、全力でこの解消に取り組んでいるところであります。まさに感染拡大リスクが大変大きい分野で次々と発生してくる。これまでのところはこの学校クラスターは別にしますとなんとか最小限で食い止めてきておりますが、さらに今後リスクが伴うというようなことでございます。それからもう一つは36人中ほぼ半数が関東関西あるいは近隣県に由来したと思われるケース、その可能性の高いものでございまして、そういう意味で全国的に感染拡大エリアが広がっていく中で、それが本県にも波及してきていると、こういうふうに考えられるのではないかということであります。という現状の下でこの括弧にありますように、今後さらに感染急増多発リスクが高まるのではないかということを強く懸念しているわけであります。具体的には、全国的に急速に広がってきておりますが、特に、政府も問題しておりますが、酒類を提供する飲食店での会合といったようなものについてですね、多発しておるということでございます。それから今後いよいよ4連休が始まり、その先に夏休みがあり、お盆休みがあると、GoTo キャンペーンもスタートするということでありまして、人の動きが活発化するわけでありまして、この人の動きの活発化とともに、感染症の拡大リスクが高まると、こういう懸念でございます。ちなみに、今年の3月の下旬の3連休ございましたが、やはりここで緩んだんではないかというのが、もっぱらの認識でありますけれども、3月末から4月に入って、感染者が急増いたしまして、緊急事態宣言に至ったと、こういうことでございまして、その鉄を踏まないように、対応していく必要があるんではないかということであります。県民事業者の皆さんに、ぜひお願いしたいことは、まず第一番目は、これは原点に立ち返って、新しい生活様式を引き続き徹底して、いただきたいということでありまして、人との距離確保、マスクの着用、手洗いと、すでに繰り返し言われてきているところでございますし、それから3つの密を回避するということも言われてきておりますが、さらには毎日体調を自己チェックすると、いうようなことで、新しい生活様式を丁寧に確実に実行していただきたいということであります。これは何度も繰り返し申し上げていることであります。それから2番目に、感染リスクを避けるという慎重な行動をお願いをしたいということでありまして、感染拡大エリア、全国的にもですね、拡大しているようなそういうエリアとの行き来について、開放していただきたいということで、特に、高感染リスクの場、行動、今話題になっております、夜の街とか酒類を伴う飲食、居酒屋ですね、あるいはマスク着用なしでの長時間の会話とか、そういったような、そういった場面からできるだけ身を慎んでいただきたいということであります。3番目に、自らの行動に責任をということで、今回の高校クラスターの発端のケースにも関わるわけでありますが、
体調に異常があれば直ちに通勤通学など外出をストップしていただきたいと。そしてその旨をしかるべきところに報告をしていただきたいということで、この初期動作の有無によってその後の感染が多く変わってくるわけでありますので、こういったことを心がけていただきたいと。それから今かなり復旧が進んでおりますけれども、感染警戒 QR システム、いろんな県の施設やらあるいはイベントなどでお勧めしておりますが、相当浸透してきておりますけれども、これに引き続き徹底して登録していただきたいと思いますし、国の方もココアという接触確認アプリを発表しておりますので、これにも合わせて登録していただきたいということでございます。感染者との接触があったかなかったかをですね、いち早く知る方法でありますので、これについてもぜひお願いしたいということであります。それから事業者の皆さんに対しましては、すでにコロナ社会を生き抜く行動指針ということで、特にリスクの高い業種についてはガイドラインをお出ししておるところでございますが、そういった指針ガイドライン、それから業界ごとにもまたいろいろとガイドラインを出しておられますけれども、改めてそれを徹底して実践していただきたいということでありますし、県としてはそういう防止対策実行中のステッカーの積極的な掲示をお願いするようにしたいというふうに思っております。